私がフォローしている MBTI の、うん、公式の方が、うん、いや我々が外交感覚の話をしたときに、うん、要はあ感覚ってアクションに結びつくものなのかなみたいな言動を言ったんですね、うん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 、そうしたところ、うん、なんか見てくださっていたかどうかわからないんですけど、うんうんうん、感覚と行動は別ですっていうのが、いやこの、うん、全て判断する機能だよと、うん、この4つっていうのは、うん、この4つの機能は、はいはい、うん、判断する機能ですと、うん、とおっしゃっていたので、はいはいはい、うん、それは行動ではないって言っていたので、うんうん、もう僕は若干ポカンなんですね、うん、行動の時も考えは巡ってるよなみたいな、うん、判断する機能、判断する機能、はい、というとですよね、むずいですよね、なの、言葉が足りないというか、僕のあ判断する機能だけでは、はい、いろんな想定ができてしまうみたいな、なるほど、うん、そこでまた私も迷ってしまう、分からないというか、うん、でもう一回ここでユングからその意識の方向についてやっていきたいなと思うんですけど、うん、ユングは意識のどのような基本的経過機能がですね、うん、内的外的対象または事実の全体把握に必要なのか、うん、とどのような心的要素が内的外的空間において十分な方向性を保つのに必要なのか、うん、そこでこの疑問にできるだけ単純に答えることを考えねばならないっていうのがあって、うん、4つあるんですね。1、うん、認知されたものはそこにある、うん、つまりあるものがそこにあり、うん、それがどんな具合か、うん、例えば冷たい、硬い、鋭い、うん、この機能をユングは感覚と名付けたと。さらに我々は確かめると、うん、それが何であるか、うん、それによって認知されたものは先見的な、先見的なっていうのは、うん、先に経験したものと書いて先見的な、うん、枠の中に位置づけられる、うん、以前心理学はこれを感覚の核にと統合の塔と書いて統覚と呼んでいたんですけど、はい、この機能をユングは思考と名付けたと、うん、そしてまた私にとってそれがどうであるか、うん、例えば気持ちいいのか、うん、不愉快なのか、うん、それをどう僕が受け止めるんだ、うん、これによって私は私をどのように動かすか、うん、私にとって何をそれは意味をしているのかっていうのをユングは感情と呼んだと。さらにもう一つの印象があると。これはどこから来て、そしてかつあるいはどこへ行く、ないし導くのか。しかしそこには1、感覚で出てきたような認知された、いや思い冷たいとかっていうデータではなく、一種の予感が問題であると。でユングはここで関節の知覚と名付け、本来無意識を経過して生ずると、うん、よく知られた例は例えば鋭い医者による第一感、初感で、うん、あこの病気は、うん、みたいな話とか、うん、しばしばもう第一印象で、うん、この人はこう、うん、っていうのが、うん、バチって当たる、いわゆる勘であると、うん、テレパシーとか、うん、そういう現象も、うん、この機能によっているが、うん、ユングはこれを直感と呼んだと、うんうん、1から3まで、うん、感覚、うん、思考、うん、感情、うん、までは単純であるが、うん、直感はしばしば理解されない、うん、もしくは拒否されると、うん、まずこの合理的な、現代人の合理的な分別が、うん、このテレパシーみたいなものを真面目に取り上げることはないと、まあ、取り上げても多分証明できてないですからね。
そうですね、テレパシーの研究とかされたこともあるわけじゃないですか。まあ今もずっとされてるとは思うんですけど、うんうん、ただそのこの意識がしょっちゅう至るところで無意識と関わり合って、うんうん、そういうのが出てくるからこそ、うん、その特質なのであると、うん、この今4つの機能で、うん、自分がどれだとかって、うん、いうのが分かるかって分からないと思うんですけど、うんうん、でユングは言うんですね。じゃあ例えば感覚というのは次のようなデータを伝えると、それは赤い、うん、輝いている、うん、キラキラ光っている、うん、匂う、決まった形がある、うん、思考はこの対象を赤ワインを満たしたグラスだ、うん、と認識させる。感情はこの組み合わせは喜ばしきものとし、うん、あるいは禁酒している人にとっては、うん、それは毒だ、うん、とすると、うん、直感は、うん、それにこれが1967年の何々製だ、うん、とか、うん、あ、これはあの子からクリスマスプレゼントでもらったものかなみたいなことを思うと、うんうん、あって、うん、で、まあユングは言うんですね。やっぱり直感機能の正しさはだいたい 50% しかないと、うん、50% って勘ですよね、本当に勘です、ね、まあイエスかどっちかですもんね。どっちかですね、はい、ただまあそれを優先するみたいな、はいはいはい、うん、っていうのを読んでいた時に、うん、僕あのこういう服とかってあの、はい、義理の弟が警備会社の社長をしていて、はい、あの裕福なので、うん、ちょいちょい服をもらって、はい、まあ、基本もうお風呂で生活してるんですけど、うんうん、彼の家に行って、うん、お酒が出てくると、うん、ワインとかが出てくると、うんうん、僕真っ先にそういうのを思うんですね。どこ製だろうとかじゃなくて、これは、うん、いくらぐらいして、うん、ああ俺ってこういうの飲めないもんなみたいなのが、うん、毎回ちょいちょいパッて出てくるんですけど、うん、その赤いとか、うん、美味しそうとかじゃなくて、うんうん、飲みたい飲みたくないとかじゃなくて、うん、そっちが先で、うん、若干テンションは下がるんですよ、うん、この彼とのクラスの差に、クラスっていうのは、うん、あの目に見えない、はい、ランク、ランク人にはランクはないはずなんですけど、はい、どうやらなんかその、うん、年収とかね、うん、学歴とか、うん、IQ とかで、はい、ランクがあるらしいんですよ、うん、僕どれも下の方なんですね、うん、で毎回そういう気分を味わうんですよ、うん、これが直感なのかなって、う